カニのゲームしようぜー。いやー、今回は、アプリのゲームまたやっていくんですが、泥棒をやっつけろってタイトルですね。おお、なんかあれだね。子供がいて泥棒がいてさ、なんかホームアローンみたいですね。ああ、なるほどね。そうかもしれない。よし、スタート。ステージ選択1。こういう感じね、遊び方。部屋に入ってくる泥棒をやっつけよう。気になるところをタップしよう。おお、アイテムを揃えて、ラツコ痛い場所までドラッグ&ドロップ。ああ、なるほど。オッケー。これか。あ、もうあれじゃない？早くゲットゲット。で、あれスタートがない。え、もういいんじゃない？それ持たせれば出ると。準備ができたらスタート。もう落とさないと。落とした。おっしゃ。お、完全にホームアローンだ。2のそうね、屋上からね、屋上から投げて頭に当てるやつ、正面から入ってこいよみたいな挑発するやつね。あれで死ぬけど、ホームアローン世代はね、やっぱね大丈夫ですよ。お、どこにあったのそれ？このカバンの中にありました。ああ、そう。で、これを子供に持たせてスタートですね。はい、打とう打とう。これなんかはもうホームアローンにないわけですね。あ、外した。え？当てろ当てろ。ああ、捕まった。ゲームオーバー。マジっすか。なんでなんで。ゲームオーバーコンプリートって言ったの。ゲームオーバーをコンプリートした。もう一回行こう。え、10じゃないってこと。ちょっとカバンもう一回カバンじゃない。あ、なるほど、スコープがなかったからか。もう一回一応見といた。大丈夫大丈夫。ああ、もうないですね。はい、調べられない。ちょっと油断したね、ビンちゃん。いやー、はずいな。なるほど、これを何？組み合わせるの？2個持たせる。ああ、そうじゃない。来た来た来た。これはもういけんでしょ。切り裂けやつの体を。ああ、そういう銃なんだ。よかった。人を殺めることはしなかった。いや、そうだよ。ハイスクールシミュレーターとは違うよ。よし、次に行こう。あら、部屋の移動まであるよ。あ、なるほど。このハサミをまずゲットするでしょ。で、ハサミを使ってこいつちゃんを開けちゃうんですよね。だからこの中に、あ、いましたねみたいな。そういうこともできるね。で、これを持たせて、じゃあ、あ、やばい。これは無理じゃないか。あれ、やばい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 。あ、瞬歩の使い手だ。一瞬できたよ。宿地だ。だね。どうすんの？もう積んだじゃん。ちょっと待って、そもそもハサミの使い方よ。ああ、なるほど。ハサミそのまんまでいく的なこと？ハサミで殺しに行くってこと？ハサミを持たせて、持てんの？あれ？え？あ、持てないんだ。え、じゃあやっぱここ切るでしょ。取るよね。アイテムゲット。このタンスは？タンスは持てないの？タンスは持てない。持てないんだ。あ、ああ、なるほど。これを2つ使うってことね。多分。はあ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 。なんかじゃねえの？あ、違う？あ、そうじゃない。あ、そういうことだ。はい、来た。ああ、横からね。これでまたこいつのね、他にぶちゃって加えるわけで。いやー、5。じゃあ、あと。すごい泥棒入ってくるね。そうだね。諦めない。諦めないし、あとすぐ入られるセキュリティだし、あと捕まってないんだろう。この子は親はやっぱいない。ホームアローンなのかな。いろいろある。なんかない。お、バールですね。あ、なるほど、バールでここに隠れるみたいなこと？違うのか。持たせられる。あ、ここに使うのか。はいはい。これかな。いや、俺違うっぽいんだけどな。窓は開かない。あ、なるほど。段ボール取った。窓はね、開かない。もう一回やるとカーテンが閉まっちゃう。でもなんか意味あんじゃないの？あ、これ缶に捨てといて、ああはい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 、これで大丈夫。窓はお奈落に落ちていきましたね。カーテンは何？いや特になんか引っ掛けでしょうね。だからあ CD が あっちはミスリードだったんだ。うん、とりあえずなんかこれ最低すぎたよ。はいはいはい。あのクマを取れない。いやそんな一級さん的なことないでしょ。え？これしかない。もうスタートしちゃうじゃん。おお、そうね。分かった。これクマにしたらダメ的なことじゃない俺。え？ほら。ほら来た。グエーって言ったよ。いやこれはだからあれでしょ、そのままでしょ。あ、このままスタートしちゃうのか。もうだからこれもホームアローンシステムですよね。あの大人の声がお風呂で人形を使って、そうそう、お前そこにいんだ。はいはいはい、そうこれだ、これホームアローンのシステムがまさにあのホテルにね、あれ本当は盗んだカードなんじゃないかっていう疑いで来るわけね。従業員がね、そうそう、子供しかいねえぞ。お客様、ああどうか殺さないでみたいな。私は哀れな豚ですみたいな。うん、そうね。言うんだよね。こっちあるよまた。お、何？フライパン、火つけとくフライパン。あ、なんかあんじゃないの？いやーどうなんでしょうね。なんかあんじゃないの？フライパン火つけとく、なんかあんじゃない？これ？ほら熱せれた、うん、なるほど。ただこれをどうするの？あ、熱したフライパンをゲットした。最強じゃない？分かった分かった。お水、まずフライパンにお水をためます。おう、ためれんな。えどうしようとしたの？ちなみに溜めてフライパンにお水をためて、で熱いフライパン、なんかお湯にして、でそれをあの壺の中に入れて、で倒すとあいつに熱湯がかかるみたいな。純粋に熱いフライパンで臨めばいいんじゃない？そういうこと？分からん。ほらお棒じゃなくてこれで倒せよってことね。子供の力じゃやっぱいくら棒持ってても。あ、今度はなんだ。いやいっぱいあるね。基本やっぱホームアローンなんだな。え、絶対ここを開けるじゃない。6、あ、謎解きみたいになってきた。これ取ってそしたら傾く、割れる、その中にえ親はいるんだ。じゃああの6っていうのあるよ。そうだね、6はゲットした。ここそれは6に、これ割ると怒られちゃうからこれ取っちゃダメで、8628。あはははは、三角の8だ。丸268ね。はいはいはい。あ、何かこれか268だったっけ。あれも覚えてるやん。これのはず。あ、いた。おーで、何が出てくる？おーははは。結局それなんだよ。必要なものは鍵付きのタンスまですごい、クローゼットすごいし、中に入れてんのレンガ。これね、お母さんシュールすぎるでしょ。でも大丈夫か？俺はちょっと油断だじゃないか。でもこれしかないか。ないでしょう。だってさ、さっきヘルメットかぶってきてたじゃん。まあそうだけど、一回レンガ食らわしたよ。もう一回は横からね、横から、そうそう、ヘルメットかぶってきたからそうしたんだけど、じゃあ通用しないじゃん。あれ、いや通用するんかい。素できた。毎回ヘルメットかぶってこいよ。あれ、またものえ、これね、ノリで滑るやつね。ローションなのかな。でもこれしかないよ。持たせてくれよ。うん。持たせらんない。いや、だからどっか使うんじゃない？その入り口。ああ、なるほど。これでいいのかね。で、あ、それ動かすんじゃない？いや、動かせはせんね。あ、それ開いた。下の開いたやつ。本当だ。それは下も別にない。ないんだ。これ？だってこれでいったらっていう話だもんね。なんか順番が違うよ。これでクリアできちゃったらどうなるんだろう。あ、来るよね。あ、いいわ。泥棒もでも盗みを働く子っていうか、このやっぱ子供に何かあるんでしょうね。いやいや、この子供の首根っこを掴むっていうのがこの泥棒の泥棒なのかな。そのまま来させるとか、あ、それか使う場所が違うのか。わかった。ああ、そういうことだ。階段のところだ。そういうことだ。で落とすんだ。そういうことだな。はい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 。ただ分かるけどな。まあね、まあでもここが分かんないんだもんね。ドア開けて一回滑りはすんだもんね。じゃあ滑るか。常に足元がおるすな。ヤムチャだ。ヤムチャだよ。シェンと戦ってるヤムチャじゃん。あれ、あ、関係ないんだ。あ、もっと上だよ。なるほど。意外と楽しんでいる。ここやな。ああ、そうだよ。そこに、あ、いいんだね。そこの数。これクリアでしょ。これしかないもんだって。階段落ちをちゃんとさせないといけないんだ。ああ、ちゃんと高いですからね。おおおお、タフだねこいつも。でも、いや、そうだね。さあ、何上、何5って書いてある。またこれか。ああ落ちた。あ、電池。おお、はい。ああ、なるほどね。ラジコン。これ絶対開けないとダメだよね。はい、5だね。5しかない。それテーブルのは？テーブルは何も。ラジコンをやって上に行かせる。上に行かせると数字がなんか、あ、電池がない、電池がない、電池あげて、電池あげて。うわ、ぶっち壊れた。ああ、お兄ちゃんかなこれは。お兄ちゃんが、お兄ちゃんタンクトップなんだ。電池。はい、これね。どうする？はいはい。あれ、クマは取れないの？クマは取れないね。電池。ああ、なるほどね。はいはい。お、来た。ニコニコだった。なるほどなるほど。いや、それはさ、見ようぜ。普通に。なあ。でね。で、これね。はい。はい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 。で、はいた。うん。何が？ああ、これか。おお、これか。はいはい。え、もう大丈夫でしょ？もういけるね。はい。また股間に当てるんでしょ？そうですね。ああ、これはもう避けようがないもんね。うん。ということか。あ、来たよ。この、あ、お？まずこれ取れるんじゃない？そうだよ。上のやつそのままタップすればいいんじゃない？取れない。できないの？ここにやればいい。取れないですね。子供のその棒でさ、アイテムゲット、アイテムゲット。あ、これでかな。はいはいはい。で、あのさ、そもそも持ってたよね。アイテムゲットじゃなくて、燃やしはしない。ああ、熱くするんだ。あ、なるほど。で、これを厚くした棒を持たせんじゃん。ああ、はいはいはい。あ、じゃあもう持たせる。じゃあもうだね。はいはいはい。フライパン現象ですね。同じ原理ですね。はいはい。雲がいるね。これは何？もう噛まれた。あれは何？雲でしょ。あ、雲なの。雲の巣はわかるけど、これ。あった。鍵がある。やってる。はい。手袋。あ、なるほど。はいはい。なるほどね。はい。で、はいはい。だって大丈夫だよ。はい。ゲットした。で、この雲を。どっかに配置させるね。雲の巣じゃないですか。これでいいの？あっちに行かせるんじゃない？あ、なるほど。本当だ。で、スタートすれば。あ、逃がしちゃったから。なるほど。あの窓を閉めとけ的なこと？閉めらんの？いや、もう勝手にあなたがタップすればいいんじゃないですか。雲をゲットして。はいはい。あ、無理なんだ。あ、あ、そのまま。これっぽいよ。ああ。きた。はあはあはあ。あれ、終わったー。最後じゃない？チェックしたら。星をすべて集める必要ない。あ、やっぱじゃあ必要なんだ。うん。はいはいはい。はい。これでいい。